大分市の大分動物愛護センターには県内で保護された野良猫や捨て猫が収容されていますセンターが健康状態などをチェックし譲渡可能と判断した猫を次の飼い主につなげますその取り組みが動物愛護センターでは猫の譲渡会が行われています今回譲渡の対象となっているのはこちらの40匹 新しい飼い主との出会いを待っていますセンターでは月に2回猫の譲渡会を開催事前審査と講習を受けた新しい飼い主が家族の一員を探します猫飼いたかって泣いたのこの猫がいい お目当ての子がいるので、ちょっと見に来たんですけど、いっぱいいるので、ちょっと迷ってるというか。うん、ここにいる子一人でもと思って、ここに行きます。しかし、コロナ禍のペットブームで伸びた猫の譲渡数は。このところ減少傾向にあり、新しい飼い主の元へ行くことができる猫の数には。限りがあるのが現状です。犬と比べると、やっぱりあの保護されてくる数が。 圧倒的に猫の方が多いのでいろんな機会にあの猫の譲渡会を PR して家族の一員として買ってもらうのが一番の幸せと考えております一方、由布市由布院長の森の中には猫の耳をイメージした建物が完成保護猫を主役にした宿泊施設の開業に向けて準備が進められています すべてが全部一から。なので、思っている以上に、やっぱりすごく大変ではあります。熊本の方で、まあ、本業もしながら、そっちにも猫がやっぱりいるのです。施設を計画するのは、梅崎直子さん夫妻です。猫をモチーフにしたジュエリーを作っていて。熊本の工房兼店舗では、保護猫を飼育し。希望者に譲渡する活動を続けています。 湯布院の保護猫フォレストのエントランス棟には、レストランと猫カフェを併設。目玉となる宿泊棟は、木の香りがします、ね、そうなんですよ。いい香りですよね。うん、すごい杉の木をふんだんに使った宿泊棟には、保護猫が生活するスペースが設けられます。譲渡対象の保護猫が暮らす部屋になっ ここで猫と一緒に寝ていただいたりとか遊んだりとか猫との暮らしをイメージでき気に入った猫は引き取ることも可能です梅崎さんが保護猫に目を向けるきっかけとなったのは8年前の熊本地震行き場を失った多くの猫を目の当たりにしました 保護猫カフェにあふれている猫たち、その子たちが生きていくのも大変だし、じゃあ、それを助けようとしている人たちもやっぱり必死だし、私たちもいつかなんかこういう活動ってできるのかなって。結構な猫を1匹でも減らしたい、保護猫フォレストは、ゴールデンウィーク期間中の開業を目指しています。